アットザ・ゲイツ、イツは、スウェーデン、ヨーテボリ出身のメロディックデスメタルバンドである。1990年に結成され1996年に解散したが、2007年から2008年にかけて一時的に活動を開け、その後改めて2010年に再結成を果たし、以降も、各、ライブイベントに出演している。カーカス、エッジ・オブ・サニティ、 アモルフィスラと並び、1990年初頭からメロディックデスメタルというジャンルの形成に大きく関わり、デスメタルのアグレッシブさに叙情的なメロディを加えた1995年リリースのホースアルバムスローター・オブ・ザ・ソウルで一つの完成型を迎え、カーカスのハートワークと共に世界各地でサワのフォロワーを生んだ。その後、 メロディックデスメタルはインフレームスやダークとランキュリティ、らによって、よりメロディアスな方向へ押し進められ、メロディックデスメタルとしての完成度を高める方、ソイルワーク、ザ・クラウニや、カーナル・フォージ、フォーセイ君らによって、アグレッシブさを保ち続けながらも、一定のメロディを盛り込んだ、デスラッシュという、アプローチ取るバンドも現れることになった。また、後続のメロディックデスメタル、 デスラッシュバンドだけでなく、ヒルスウィッチ・エンゲージ、ザ・ブラック・ダリア・マーダー、アズ・アイ、レーダー・イングラー・ーアメリカのヘイメタルバンドにも無視できない影響を及ぼすことになったが、これはホースアルバムリリース後のツアーで2度にわたる長期のアメリカツアーを行ったことも大きく影響していたと思われる。このアット・ザ・ゲイツのアメリカツアーによって築き上げられたアメリカでのメロディック・デスメタルのファンベースは、 後のソイルワーク、インフレームス、アーチ・エヌミーラによるアメリカ進出における成功の下地を作った。1990年、クロテスク、インフェステーションらのメンバーにより、アット・ザ・ゲイツが結成される。メンバーは、トーマス・リンドバーグ、アンダース・ビョーラー、アルフ・スベンソン、ヨナス・ビョーラー、エイドリアン・アーランドソンの5人であった。1991年に、デモ・ EP、 ガーデンス・オブ・グリーフをリリース。どうでもは、同年中にドロレスレコードより、アナログレコードで再発された。1992年にもプロモ版を作成し、イギリスのピースビルレコードと契約を行う。バイオリン奏者のイエス・パーやロルドをセッションに迎え、アルバムのレコーディングを行う。同年7月にファーストアルバム、ザ・レット・イン・ザ・スカイ・イス・アワーズをリリース。その後、セリオン。 マイダイングブライドラとヨーロッパツアーを行う。また、1992年の途中から1993年にかけて、ヨナス・ビオーラーがバンドを離れており、トニー・アンダーソンがベーシストとして参加している。この関係からか、ファーストアルバムの裏ジャケットには、トニー・アンダーソンがベーシストとしてクレジットされている。1993年、4月にサンライトスタジオでと、 トマス・スコックスベルグと共にレコーディングを行う、当時サンライトスタジオで働いていた、ディスメンバーのフレッド・エストビー、カーナル・フォージのラーズ・リンデンらがエンジニアとして参加している。音楽的方向性の違いにより、アルフ・スウェンソンが脱退するが、アルバムのレコーディングには、参加、公認に、マーティン・ラーソンを迎える。5月にセカンドアルバム、ウィズ・フィアー、アイキス・ザ・バーニング・ダークネスをリリース。 アナシマ、クレードル・オーブ・フィルスラとツアーをヨーロッパツアーを。1994年2月にイエテボリのスタジオフレッドマンにてプロデューサーのフレドリック・ノルドストロームと共にレコーディングを行う。4月に EP、ガーデンス・オブ・グリーフを限定666枚リリース。7月にサードアルバム、ターミナル・スピリット・ディジーズをリリース。これは新曲6曲に ライブ3曲という変則的な構成のアルバムであった。穴島、マイダイイング・ブライドラとヨーロッパツアーを行う。1995年、イギリスのイヤー・エークレコードと契約を行い、5月から7月にかけ再びスタジオ・フレッドマンで、フレドリック・ノスド・ストローム・プロデュースのもと、アルバムのレコーディングを行う。11月にフォースアルバム、スローター・オブ・ザ・ソウルをリリース。 アンディジェットとヨーロッパツアーを行い、途中フェスティバル出演ではテスタメント、クリーターらと共演した。1996年1月にはディセクションらとイギリスツアーを行い、3月にはモービット・エンジェル、ディセクションとアメリカツアーを行う。4月にはナパームです、フェイスダウンらとヨーロッパツアーを行い、6月にはナパームですとアメリカツアーを行う。 その後スウェーデンでフェスティバルに出演後、9月に解散した。解散のきっかけは、ライブツアーの疲れから、アンダース・ビオーラーが脱退の意向を示したことだという。2001年、ピースビルより、イヤーエーク在赤時の曲も含むベストアルバム、スワサイドルフィナールアートがリリースされた。2007年、再結成。ライブ限定で活動を行うが、2008年9月21日に、 最後のショーを行い再び解散。2010年12月に再結成して2011年以降にライブに参加することが発表された。2014年、センチュリーメディアレコードと契約し、秋に約20年ぶりとなる新アルバム、ATO is Reality をリリースした。2017年3月中旬、アンダース・ビオラーの脱退が発表された。同年9月、 アンダースの公認として、ヨナス・ストール・ハマールの加入が発表された。また、合わせて、同年冬より、新アルバムのレコーディングに入ることが発表され、翌2018年5月にシックススアルバム、2ドリンク・フロム・ザ・ナイト・イット・セルフをリリースした。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。